載のせるという字に行きますね。まず反って若干右寄りから縦を上下の長さよりも上を長くして、で伏せる位置を一画目の3倍近くぐらいに長く、そしたら下に今から車を描きますね。最初の、一画目より若干短めですね。で、あとはもう間隔をほぼ同じぐらいのイメージ。2等分ね。これが 1.5 倍ぐらい。この線の 1.5 倍。たら中心に縦を持ってきます。辺よりも上の位置から反りを入れて長く抜いていきますね。上の方から立ち気味、ちょうどこの下あたりに持ってきます。で、最後に点ですね。